グラブイン、押してみー。皆さん、グラ押ししてますか？グラブイガールズの癒し系お姉さん担当、バブルブリエルです。皆さん、グラ押ししてますか？アイドルオタク VTuber、押してみゆです。今私たちが推してるものや推せる VTuber をゲストに招いて、リスナーのあなたの心をグラブ掴んでいく番組、グラブイ推してみ16回目の放送がスタートしました。あれ、ゴールデンウィークマジかですか？うわぁ、来週か。ハッピーハッピー、やったーゴールデンウィーク、今年は最長で10連休になるかもしれない。あ、やれる。うん、やれる人はやってる。そう、3日ね、平日が間に挟まってるから、うん、そこをなんていうんだっけ、有給。なるほどね。とか使えば10連休。10連休あったら何ができるかな。何しよっかな。ちょっと遠出したいかもね。ハワイじゃない？やっぱりハワイか。海外だよね。うんうん、海外行きたいな。ブリね、なんでハワイ行きたいかっていうのはね、まあ、龍が如くエイト、もう何回この話をこのラジオでするんだっていうね。多分毎回ノルマがあるんだ。そう、ノルマが、龍が如くノルマが、ノルマがないわそんなもんでね。その舞台がハワイっていうこともあって、もう2ヶ月ぐらいね、もう真剣に取り組んだ配信だから。そうだね。やっぱりハワイ行きたいなって思うけど、みゆちゃんは海外行ってみたいところとかあったりする？あ、でも押してもあったかいところがいいな。あ、あったかいところ。あとは韓国は行きたい。韓国は飛行機でもね、割と近いから行けそうな距離。いいよね。なんか日本語が通じる場所がいい。なるほど。英語できない。確かに英語も自信ないし。でもさ、うん、結構翻訳機でなんとかなるよ。あ、今時。うん、結構なんとかなるなっていう風に思って。あと、うん、あのボディーランゲージ、うん、おーって。あ、なるほど。気合ってこと？そう、あと表情。はあ、なるほど。Thank you みたいな。確かに、なんか街中で外国人の人となんか急に話すことがあったとしても。なんとなく感情はわかるもんね。うん、ブリね、あんまりそんな海外行ったことないんだけれども、うんうん、ここ数年ね、久しぶりに海外行った時に、うん、あのトイレどこですかが言えなくて本当に結構大事だね。そう、あのトイレって言って通じないの。ああ、なんて言ったら通じるんだったかな。うん、確かでもそれで、ね、あのバスルームじゃない？バスルームだったから、なんかすごい怪訝な顔をされました。うわーって確かにそうだね。そうね、海外ね、行く機会がもしかしたらね、この活動でもあるかもしれないから。そっか、じゃあトイレの場所だけ聞けるようにしよう大事なことだから、まあ、他にもね、なんか会えて嬉しいとかさもっといろいろあるけども、うんうん、英語の勉強っていうのはね、やっておくに越したことないよね。頑張ります。はい、ということで皆さん、ゴールデンウィーク楽しく過ごしてくださいね。はい。そしてこの番組ですが、 X 専用ハッシュタグもあります。ハッシュタグはグラ推し NOW です。ぜひリアルタイムで実況よろしくお願いします。うん、それではそろそろ始めていきましょう。今日もグラブイ推してみ、グラブイ推してみ。この番組は文化放送オンラインアカデミー集英社 DNA プロジェクトの提供でお送りします。グラブイ押してみ。改めまして、こんにちは、バブルブリエルです。こんにちは、押してみゆです。あのね、はい、最近新人さんに優しくしようと思ってて。その心は？あの今このさ、春の季節って、はい、コンビニのレジとか、うん、こう飲食店のレジ打ちとか、スーパーの人もそうなんだけどさ、はい、店員さんで初めてだなっていう、はい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 、いるじゃん。春だからね。そうそうそう、なんかそのそういう人を見ると、押してはなんかチュートリアルに徹したいの。そうか、優しいお客さんになるんだ。なんか優しくて、かつできる限りこう業務、いろんな業務に触れるように、うん、ポイントカードは絶対に出すし、うん、クーポンとかあったら出したいし、うん、アプリとかも、うん、そうやって、
これもありますねみたいな親切だね。そう、あれをやりたい、あれをやるのがすごく楽しいんだけど、うんうん、でしかもこう新人さんだからやっぱり間違えることもあるじゃん。あります。でも落ち込まずに、うん、けなげにその職を続けてほしいから絶対に怒らない。あ、みゆちゃんを上司にしたいな。お、みゆちゃんの元で働きたい。ほんと？うん、褒めて伸ばしてもらえそう。あ、でも絶対怒らない。怒れないし、うん、怒りたくない。そうだよね。で、こないだね、うん、その何だったか、何のお店だったか忘れたんだけど、うん、その初めての店員さんが、うん、お釣りを私忘れたの。あら、それは一大事。そう、レシートと、うん、なんかクーポンとかを渡して、うん、なんかスン、あ、もうスンってこう終わりましたみたいな、やりきったってなってたんだ。そう、顔してたから、うん、あ、お釣りはありますかってこうレシートをスンってやったら、うん、すごい店員さんが、あ、ごめんなさいみたいになってて、わ、あ、大丈夫です、頑張ってくださいって言った。頑張ってくださいって言ってくれたの。言った言った言った。そんな、そんなさ、神のお客さんに出会ったら恋しちゃうよ。え、やばい。やばいよ。そして恋されちゃうの。恋されたと思うよ。もう店員さんに恋するんじゃなくてお客さんに恋して、あのお客さん次いつ来るかなってやばいなっちゃってるんじゃない。いや、でもやっぱさ、失敗してさ、うん、怒られたりしたら落ち込むじゃん。落ち込む。それはない方がいいしさ、うん、向こうだってお釣りを渡してないことをやっちゃったなってもう思ってるから、うん、なんかそう言った時に、ああ、あ、ほんみたいな、うん、スーってされたらちょっと押してもむってなるかもしれないけど、うん、ね、あ、ごめんなさいってなってるんだったら大丈夫っていう気持ちに。ああ、もうみんな、全世界の人、みゆちゃんを見習ってください。店員さんには優しく。そうだよね、うん、店員さんにいい態度取れる人は、うん、優しい人なんだよ。そうなの？なんかそういう風に思ってる。うんうん、うん、そしてアイドルの現場で運営さんと仲良くなるって大事だなって思ってて、うん、オタクとしてそうね、そう、うんうんうん、でそういうのも多分あるんだと思う。あ、わかるかも。そのなんだろうな、うん、オタクとしてもその運営サイドとしてもさ、そうそうそう、なんか、あ、あのオタクたちに喜んでもらいたいっていうさ、情が湧くよね。そう、で情が湧くと、うん、なんかグッズどういうのがいいって聞いてくれたりとか。あ、そんなことまで。そう、何かあった時に言ってくれるから、うん、やっぱ仲良くなるって大事だし。そうだよね。優しくしといて損はないよ、うん、でも人に対してね、そうやって優しくできるっていうのは、うん、まあ、心の余裕っていうことでもあると思うから、うん、みんなね、ほんと自分の心に余裕を持てるようにね、はい、過ごしていきましょう。はい、はい、あー、なんかいい話聞けましたお、ではここからは番組宛に届いたメールをご紹介します。はい、グラオシネームバルカンさんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんばんは。こんばんは。突然ですが、僕には夢があります。お、それは静岡の爽やかハンバーグを一度でいいから食べること。あー、おー、うん、よく食べました報告や画像は目にするのですが、生まれてこの方まだ食べたことがないんです。なので今年のゴールデンウィークに静岡に行って食べてきたいと思っています。いいね。ブリ姉さんやみゆちゃんは爽やかハンバーグ食べたことありますか？うん、他にも食べてみたい地方の食事とかって何かあったりしますか？教えてくれると嬉しいですと。おー、ありますか？あります。あるんだ。ある。でもね、そしてその爽やか何店だったか忘れたんだけど、うん、爽やかが食べたいって思って昼過ぎとかに行ったの。うん、したらめっちゃ混んでて。いやらしいよね、めちゃくちゃ並ぶって聞いた。そう、だから順番待ちで、うん、なんか一回別の場所行ったもん。あ、そうなんだ。ちょっと時間つぶしが。そうそう、え、ちょっとどころじゃない、1時間2時間くらい時間をつぶさなきゃいけなくて、でもそのなんか待ちに待って食べた、うん、ハンバーグはやっぱ最高に美味しかった。そうなんだ、うん、無理ね、ずっと食べたいと思っているんだけれども、未だに食べれたことはない。まだ爽やかしてないんだ。爽やかしてない。ぜひぜひ。静岡にね、行く機会は何度かあったの。うん、例えばそのブリネサウナ好きなんだけど、静岡に有名なサウナがあるんだよね。うんうんうん、だいたい、ね、そこに行く人とかはやっぱり爽やかハンバーグを食べたいよねみたいな、そう、もうセットみたいな。やっぱサウナと爽やか。そうそうそう。へー、
けれども、え、ボリューム的にはどんな感じなの？あ、でも丸いのを割って、うん、ジュッてするから個数としては2個なんだけど、重量としては1個 1.5 個くらいだったかな。そうなんだ、すごい多いって感じはなかった。え、それハンバーグにライスもついてるの？うん、確かつけたんだったかな。へえ、うん、そうだからサウナ行く前に順番を取った方がいいよ。あ、なるほどね。で、決めてから行けば完璧、うん、そうなんだ、もう待つことを前提に。うん、がいいと思うな。なるほどね。他にみゆちゃん、地方の食事とかで何か食べてみたいものあったりしますか？あんまりわかんないかも。確かに、うん、なんだろうな、何食べたいかな。プリネある？福岡でなんかもつ鍋とか。あー、え、やっぱさ、うん、本場だと味違うのかなって言うよ、うん、地元のその福岡の人とかは、うんうん、やっぱり地元で食べたいよね、もつ鍋はって言う。あー、え、それだったら押してラーメンを、うん、そのご当地でちゃんと食べたいかも。ご当地ラーメンね、うん、いろいろあるもんね。そう、スーパーで買えるけど、うん、やっぱ現地に行った方が美味しいのかなって思う、うん。あとあれだね、なんか生物菓子系。あー、持って帰れないやつ。赤服とか。うんうんうん、お土産とかで買えないような、そういう生系のお菓子、生八つ橋とか、うんうんうん、そういうのは現地で食べたいかな。確かに甘いものも食べたい、うん、うわー、お腹空いてきたな。お腹空いたよ。今日の晩ご飯みんな何かな？ハンバーグハンバーグかな。はい、ということでお便りありがとうございました。これからも皆さんからのメールお待ちしています。今食べたいものしりとり、イエーイ。餃子、ザ、ザー、ザー、ザ、ザクロ、あ、ロ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 、何も出てこない。ろうそくしか出てこない。ダメだよ、ろうそくは食べられない。食べる。く、く、それって濁点つけてもいい？じゃあ言うよ。うん、クラブイ押してみー。今回のジングルは、はい、失敗です。はい、魔法のことだけ失敗です。難しかった。最終的に食べ物しりとりで、うん、グーで終わらせたらいいんだよね。そしたらグラブイ押してみに行けるんだよね。あ、っていうことはハンバーグでさっきとのつながり最高じゃんって思って、で、歯で終わる食べ物に行き着くかっていうのを行き当たりばったりでやったんですけど、行きませんでしたね、はい、無理でした。無理でしたね、うん、はい、慎んでお詫び申し上げます。すいません。さて、ここからはこちらのコーナーをお届けします。推しポイントを探してみー。いやいや、こちらはリスナーの皆さんからいただいたお題のワードから無理やりにでも推しポイントを見つけて、ひたすら押して押して押しまくってみるというコーナーです。うん、それでは早速やっていきましょう。はいはい、グラウシネーム、龍王さんからいただきましたお題はこちらです。群馬県。群馬県、それでは群馬県で推しポイント探してみスタート。群馬ちゃんが可愛い。群馬ちゃん可愛いね。新幹線で行きますね。そうなんだ。いけるよね、いけるよね。大丈夫だよね。いい距離感だよね。海あるっけ？海ありません。じゃあ海がない。海ない、ね。押せる。海ない。もう自然豊かだよね。あとスキーとか行くかな。群馬わかんない。群馬。群馬？ね。こうどう持ったらいいんだろう、群馬って。こうかな。群馬。片手で持てる。持てないです。群馬県は片手では持てません。持てる。群馬出身の方はみんないい人。あ、そうだね、はい、うんうん、一人に残らずみんないい人。うん、そうね。方言とかあるのかな。方言どうなんだろうな。きっと可愛い。きっと可愛い方言が聞けることでしょう。群馬は、うん、やばい。群馬はいいところ。そう、行ってみ。行ってみ。群馬行ってみ。はい、出たものが、群馬ちゃん、新幹線で行ける、はい、海がない、はい、自然豊か、はい、スキーとか、片手で持てる、持てません。みんないい人。いい人です。方言きっと可愛い。そう
そうね、本当にふわっとしていて。やばい、群馬の知識ゼロでやばい。群馬県民の人ごめん。終了、わはい、難しかった。うん、相変わらずこのコーナー難しいです。難しい。はい、こんな感じでお題のワードから推しポイントを見つけていきますので、メールにお題のワードを一つだけ書いて、送ってきてください。うん、以上、推しポイント探してみでした。ではここからは今一押しのゲストをお迎えする推してみゲストトークパートです。今回は先週に引き続きあの人が来てくれてますよ。それではお聞きください。どうぞ。推してみゲストトーク。毎回一押しゲストの方をお迎えする推してみゲストトークのコーナー。今回来てくれたのはこの人です。皆さん、こんにちは。画面偏差値最強 VTuber 事務所エアリープロダクション所属3期生偉大なる女子の赤間あざとで、あーしゃー、あーそばー、わーいついに会いましたね。やっと会えました。お二人の関係は一体何なんだってね、気になってる人もいると思うので、はい、説明しますと、私たちの初めての出会いは、今年の1月に開催された V 交流戦、はい、そこでアー様のねチームには、はい、Apex の選手として出ていただきまして、もうすごい、すごい大活躍だったのよ。要はあんまり何もしてないよ、気がするんだけど。ね、インタビューもその時にさせてもらったりしたんですけれども、はい、今日はね、いろいろゆっくりお話が聞けるということで、はい。まあ、今、ゆっくりって言ったんですけれども、はい。推しポイントですね。ほう。1分間で。あれあれじゃあ1分推しポイント説明してもらった後、ゆっくり掘り下げていきたいと思います。あ、なるほど、なるほど。はい。なので、ぎゅっとね、魅力を1分に閉じ込めてもらえたらと思います。頑張ります。頑張れ、はい、ということで準備はいいですか。はい。それでは1分間の推しポイントアピールスタート。はい、赤間あざとの推しポイントはズバリ、お歌とおしゃべりのギャップでございます。要はおしゃべりが大好きで、だいたい気づいたら3時間ぐらい余裕で雑談で終わってしまうんだけれども、でもいつも等身大でね、みんなにね優しい感じでお話をしております。ただちょっと抜けてた立派なところがあるんだけれども、うん、お歌になるともうその世界観にめちゃくちゃのめり込むので、はいはい、もういかようにも七変化するね、そのお歌の凄さ、うん、あとギャップ、ロック曲が得意なので、うん、かっこよさにもうみんなびっくりすること間違いなしかなと思いまーす。うん、だからみんな風邪ひいたり、うん、ジェットコースターに振り回されてるような感覚を味わいたい人は、ぜひ世の枠聞いてください。なかなかスリリングな。イエーイ。さあ、ということで推しポイントいっぱい出してもらいましたので、気になったところを聞いていきますよ。はい、はい、そうね、ブリーデーもやっぱりアー様と言ったらお歌のイメージが強かったから、うん、なんか今回こうやっておしゃべりしてみて思った以上に、なんだろう、うん、まったりなんか世界があるね。そうですね、要はやはり王様なので、うんうんうん、みんなにこう優しく話しかける、語りかける。そっか、民は安心してついていけるわけだ。そういうことですね。そういうことなんだ。うん、お歌もロックっぽいのがね、結構多いっていうのを聞いて、ブリネーも初めてアー様の曲聞いたときに、うん。ええー、さっきまで喋ってた人本当ってなっちゃうくらい、それはもう本当に、もう昔からこう曲を歌い出すと、うん。そんな感じになっちゃう感じ？そうだね。やっぱ演劇とかもよく見て、うん、ミュージカルとかもいっぱい見てきたからこそ、うん、やっぱお歌を歌うときはもうその世界観を表現する中に入り込むっていうのがもう身に染みてついちゃってるかなって感じ。なるほどね。はい、わ、それはブリネーも勉強になるな。本当？うん。へえ、なんか
ちょっと抜けてたりポンだったりっていうのもね、なんかおっしゃってますけど、そんな風にはでも思わないけれども、実際なんかポンだったなみたいなエピソードとかあったりする？ああ、これはですね、有名な伝説の赤マザとポンエピがありまして、ぜひ聞かせてくださいな。いいですか。うん、これはね、赤マザとが、エアリープロダクションの皆さんと打ち合わせがあったんですね。うん、で、打ち合わせする前に、こう、寝て起きてすぐだったから、うん、あ、やばいやばいと思って、お紅茶を入れたんですよ。はいはいはい。お紅茶を入れて、で、その後すぐ配信、うん、もうちょっと打ち合わせ長引いちゃって、配信がすぐその後にあるってなって、うん、やばいやばい、待機所が作ってあるのにってなって、急いで、あ、喉乾くからお水入れなきゃと思って、うん、お水を入れたんです。はい。その紅茶のコップに入れたんです。はい。そしたら、紅茶残ってて。残ってた。飲みかけの紅茶の上から水を思いっきり入れてしまって。あれ、この水、なんか紅茶の味がするって配信中に言い出して、よくよく思い出してみたら、うん、紅茶の水割りができていたというわけでございます。あら、本物のポンじゃないですか。いや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 。たまにやっちゃうだけ。たまにね。そう。わかる。やっぱ、ポンエピソードってなんか聞くと、うん、なんか、幸せな気持ちになれるな。なんでなんだろう、自分だけじゃないんだなっていうふうに思えて、うん、嬉しくなっちゃった。本当に？うん。ブリネも結構ポンだったりするから。そうなんだ。あれ、共通点が。共通点あるね。やった。なんか今こう画面上ではこう赤と青で対照的なね。うん、あ、だけど、アン様って青のメッシュが入ってるんだ。そうなんです。4のイメージカラーは赤色と、あと目の色が青色なので、うん、青もイメージカラーです。そうなんだ。うん、嬉しい。なんか、ちょっとブリネもその要素に入れてるような気になっちゃう。あ嬉しいなぁ。綺麗でしょ。綺麗。あとはなんだろうね。何聞きたいかな、うん、普段配信でなんかどんなおしゃべりしていたりするのかな。おしゃべりはもう本当にいつも何も考えずに喋ってるから、うん、今も割とそうだけど。なので、まあ、リスナーさんからコメントいただいた内容とかを、うんうん、まあ、深く掘り下げていったり、うん、まあ、あとは、こう、深い話だと人生についてとか。深いね。そう、要は、何十億歳なんですね、邪神なので。おー！そう、割とだから、人間のみんなよりは長生きしてるから、うん、まあ、その、邪神様からのお言葉みたいな感じでね、皆さんにね、いろいろ、お伝えをしたりとかはしております。そうなんだ。じゃあ、アーサマのリスナーさんは、うん、なんだろう、こう、アーサマに、救いを求めてる感じなのかな？なんかどういう関係性なのかな？一応、リスナー名はね、みんな、ハイカって呼んでます。ハイカ？世のハイカです。わあ、アーサマーみたいなみんな。みたいな感じ？まあそうですね。まあなんでハイカーって呼んでるかっていうと、うん、まあ要はもっと人間さんたちにね、邪神のことをもっともっと崇めてほしいっていうのがあるので、うん、リスナーのみんなは世のハイカーとなってそのお手伝いをしてもらうみたいな感じでね、いつも配信見てもらってます。いやもう喜んでお手伝いしちゃいますよ。どんなお手伝いをしたらいいのかしら？ね、具体的にはね。具体的にやっぱりね、配信の高評価ボタンを押したりとかね。大事！ SNS の共有ボタンを押したりとかね。その協力はとっても大事！ハッシュタグでつぶやいたり。うん、あとは、職場の人とかお友達に布教活動ですね。うん、布教はマジで大事。うん。わあ、それはもう、もう、ハイカ、ハイカだけじゃなく、ブリネもやるよ。本当にもう、もはやブリネもハイカだ。いや、本当やったー。わあ、そうやって、もう、アーサマの魅力がね、うん、いっぱいいっぱい世の中に知られていくことをブリネも願っております。ありがとう。ということで、もう、これを聞いてくれた、君も、きっと、ハイカの仲間入りなんじゃないでしょうか。
ということで、名残惜しいんですけれども、あっという間にお時間のようです。はい。では、最後にお知らせなどあればお願いします。はい。私、アカンマアザトはですね、なんと、2024年5月10日金曜日で、デビュー1周年になりまーす。おめでとうございます。わーい。ぜひですね、デビュー1周年記念配信させていただきますので、よの YouTube チャンネルにも遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、お知らせありがとうございます。ぜひ、また遊びに来てくださいね。はーい、行きまーす。はい、ということで、本日のゲスト、赤間あざとさんでした。ありがとうございました。お送りしてきましたグラブイ押してみ、あっという間にエンディングのお時間です。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。お便りの宛先はグラオシアットマーク joqr.net graoshi アットマーク joqr.net です。番組でお便りが採用されたすべての方に私たちのサイン入りノベルティステッカーもプレゼントしていますので、ぜひ住所と名前を書いてたくさんお便り送ってくださいね。また YouTube の文化放送 V&R チャンネルでは毎週日曜日の16時にこの番組のアーカイブが公開されます。そしてブリネーの YouTube チャンネルではこの番組の反省会をお届けするおまけトークが毎週月曜日の18時に公開されています。こちらもぜひ聞いてみてくださいね。最後に私たちからのお知らせです。まずは押してから半年記念グッズの受注受付を行ってます、はい、そして5月の3日4日に行われる自己紹介歌枠リレーに押してみゆ参加します。歌枠リレーついに初めてなの。みーちゃん一体何歌うんだろう。自己紹介だからね。あれと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 あれを歌います。わー、これは聞くしかないね。詳しくは公式 X をご覧ください。続いてブリネーからのお知らせです。うん、私バブルブリエルは YouTube でライブ配信をメインに活動中です。ゲームや ASMR、 ギターでの弾き語りなどを様々なことにチャレンジしているので、ぜひ遊びに来てください。そして X のフォローもよろしくお願いします、うん、まーす。ということで番組16回目の放送をお届けしていきました。はい、ブリネームついにアーサムとおしゃべりができましたね。え、ゆっくりしゃべれた？うん、なんかね、思ったよりもね、結構ゆっくりできるぞと思って、今までの体感で喋っていたら、わかる、まだいけるんだっていう。わかる。でもなんか、アン様の世界観を感じることができて、うんうんうん、ね、やっぱりこのぐらいのトーク時間欲しいよね。ね、せっかくならね、うん、押せるからね。そうだね、押してもらって、これからもどんどんいろんなね、VTuber さんの推したいポイントっていうのをね、魅力をこの番組で伝えていきたいと思いますよ。頑張りまーす。はい、ということで今週は以上です。また来週も私たちを推しに来てくださいね。バイバーイ。グラブイ推してみ、この番組は文化放送オンラインアカデミー集英社 DNA プロジェクツの提供でお送りしました。